京王九泉系電車、京王九泉系電車、京王九泉系電車は2000年、平成12年から2009年、平成21年にかけて264両が製造された京王電鉄、京王専用の通勤系電車である。6000系の代替を目的に、メンテナンスランニング、製造のコスト低減、環境への配慮、バリアフリーを盛り込んで設計された。 2001年、平成13年にグッドデザイン賞を受賞している。本校では、京王線上で東側を、新宿より、西側を、京王八王子よりと表現する。編成単位で表記する必要がある場合は、新宿より先頭車の車両番号で代表し、9701編成のように表現する。京王では、京王八王子よりを1号車として車両に、 号車番号を表示しているが、本校では各種文献に習って、新宿寄りを左側として、編成表を表記し、文中例えば2両目と記述されている場合は、新宿寄りから2両目であることを示す。9000系は6000系に代わる次世代車両として、都営地下鉄新宿線、以下、新宿線への乗り入れも想定、バリアフリー、メンテナンスランニングコストの削減。 環境への配慮を盛り込んで設計された。7000系、8000系に続いて、ステンレス車体が採用されたが、ビードなしの車体となっている。6000系が、経年の高い車両から順次廃車されていくにあたり、8両編成から先に廃車が進行し、2両編成が残ることが想定されたため、6000系、7000系と並列運転が可能なシステムが9000系に搭載で、 まず8両編成8本が製造された。当初は2両編成を京王八王子寄りに連結して新宿線に乗り入れる構想だったが、当時 VVVF インバータ制御車は新宿線のアナログ式自動列車制御装置 ATC と電波干渉する恐れから同線に乗り入れられなかったため、8両編成には新宿線乗り入れ対応の装備は設けられなかった。2005年、 平成17年に新宿線の a t c が更新され、VVVF 車の乗り入れが可能となったことから、同年より新宿線乗り入れ対応の重量編成20本が製造され、6000系新宿線乗り入れ編成を順次置き換えている。重量編成では2002年12月に地下鉄の火災対策に関する基準が見直された以下、 新火災対策基準とすることなどを考慮した設計変更が行われ、8両編成とは内外間の細部が異なる。7000系、8000系に続いて、ステンレス車体、20メートル両開き4扉、扉間に窓2枚の基本ゲアウトが採用された。ビードがなく、側扉部に縦線が見える日本車両製造以下、火車標準構造が採用され、 車体強度向上、軽量化のため、戸袋窓が廃止された。側窓は8000系と、同様2枚を一組にした、サッシュレスの1枚加工窓となったが、軽量化のため一部窓が固定式とされた。新宿線乗り入れのため、地下鉄乗り入れ車両の構造規定に従い、前面は貫通構造とされ、幅 610mm の開き戸が中央に設けられた。 初代五線系のイメージを残した形状となり、傾斜をつけた側面まで回り込む曲面ガラスが採用された。前面は一見平面的に見えるが、上面から見た時に半径1万ミリメートルの曲面で構成されており、工作の用意化のため乗務員扉部分までの前頭部がアイボリー塗装の普通構成とされ、スカートも同色に塗装された。性側面用部にはイメージカラーである、 KO レッドと KO ブルーの帯が巻かれたが、8000系とは趣向きの異なるデザインとされた。8000系で窓状に貼られていた KO レッドの帯は9000系では採用されいない。8行編成ではホロを用いて編成感を貫通することが想定されていたため、ホロを取り付ける台座が先頭部に設けられているが、重量編成にはこの台座がなく、正面下部、 アンチクライマーの形状が若干異なるなどの相違がある。8両編成では、車体下部に傾斜が設けられていたが、10両編成では、直線上とされているほか、客用、ドア窓指示方式も、両者で異なる。車椅子スペースに隣接するドアには、車椅子での乗降を考慮した傾斜が設けられた。八両編成の両車端には、固定式の妻窓が設けられたが、十両編成では、 廃止されている。8000系に続いて、車外スピーカーが設置された。車端部4人掛け、扉間7人掛けの慶応専用20メートル車としては、標準的な配置が採用されたが、1人当たり、座席寸法は8000系よりも10ミリメートル、拡大された450ミリメートルとなっている。座席は、片持ち式のバケット式が採用され、 色は8000系よりやや濃いめのローズピンクとなった。7人掛け部分には3人と4人に仕切る握り棒が設けられているほか、一部の座席の裏には非常脱出時に用いる階段が取り付けられている。出入り口脇には袖仕切り板を設け、立脚の背もたれと座脚の保護の機能を持たせているが、8両編成と10両編成では袖仕切りの形状が異なり、 重量編成のうち9736編成以降の15本では握り棒が緩やかな曲線上に変更されている。明るさと清楚さを出すため壁と天井は白色系とされた。妻部は常務員室後部を含み8両編成ではグレーの木目模様だが重量編成では他の壁と同色とされた。床は茶系のツートンカラーで中央部が薄く。 座席付近が濃くなっている。天井は冷房ダクトと、オーューファンを埋め込んだ平ら天井で、8000系よりも、天井高さが 25mm 高い 2270mm となった。8両編成の天井は、FRP 製だが、10両編成では、新火災対策基準対応のため塗装アルミ材が採用されている。8両編成では2.46両目の、 京王八王子寄りに貫通路を仕切る引き戸がけられているが、重量編成では京王八王子寄り先頭車を除くすべての車両への設置に変更された。バリアフリー対応として、八両編成の二両目と七両目、重量編成の2.46.9両目の車端部一箇所に車椅子スペースが設けられたほか、車端4人がけ部の釣り手、二棚、座席を、 それぞれ 50mm、100mm、1 0ト、mm、ル低くしている。車椅子スペースに隣接するドアの靴スリブには、傾斜が設けられ、車椅子での乗降用以下が図られている。慶応で初めて、ドアチャイムと旅客案内装置が設けられ、8両編成、全編成と2006年製までの10両編成5本には、LED 式旅客案内装置が客用ドア上に1両に4箇所、設置されたが、 2007年以降製造の重量編成15本は LCD 式車内案内表示器がすべての客用ドアノに設けられている。運転席からの視認性向上のため慶応で初めて工場無印室が採用され、従来車より乗務員室位置が約200ミリメートル高くなっている。乗務員室はグレー系に塗装され、8000系のデジタル式速度計に変えて7000。 経以前と同様機械式の速度計が採用された。従来車同様ワンハンドルマスコンが採用されたが、ハンドル本体は8000系よりも大型化された。立候2段目で低速制御が行うことができる。乗務員の支援、行き先、種別表示、研修時の支援などを目的としたモニタ装置が乗務員室上部に設置された。 8両編成の KO8 王子より戦闘車は2両編成を連結して、ホロで貫通することが想定されていたため可動式の仕切りが設置されているが、その他の戦闘車には仕切りがない。8両編成には6000系、7000系と並結するための電装変換機が設けられた。10両編成には新宿専用 ATC が設置され、一部の10両編成は、 KOATC が設置された。KOATC は後に全社に設置されている。ここでは製造時の機器構成について述べる。定格 3300V1200A のイベットを用いた VVVF インバータ制御が採用され、一つの主制御装置で電動車2両1ユニット8個の主電動機を 制御するが、4個ずつ、開放可能な2軍構成とされた日立製作所、以下、日立製ベフィ h r 2 8 2 0が、採用され、デハ9000型に搭載された。重量編成の9100番台はユニットを組まない、単独 M 車として使用されるため、1軍のみ、搭載の b フィ e h r 1 4 2 0が、搭載されている。KO 専用車両として、 初めてイベット素子を使用した制御装置を採用した。主電動機は従来車より高出力の出力 170kW、定格電圧 1100V、電流 115A のカゴ形参照誘導電動機、日立製 h s 3 3 5 3 4 0 2 r b 及び日立製 F K60 が採用された。駆動装置は、KO 従来車と、 同様、WN 駆動方式が採用され、歯車比は85,14である。制動装置は、電気指令式、ナブコ製ハーダ -1 が8000系に続いて採用された。電動車と非電動車、各一両を一組として回生ブレーキを優先する制御が採用された。9000系では全車両にブレーキコントロールユニットが搭載され、車両元に独立して、 ブレーキ信号を受信している。踏みずらブレーキは8000系最終製造車と同じ、ユニット式の片押しブレーキが採用されている。8000系最終製造車と同一の東急車両、製造、以下、東急成熟量式軸箱指示、ボルスターレス空気バネの TS-1017、動力台車、TS-1018 付随台車、いずれも固定軸距 2200mm、 車輪橋 860mm が採用された。台車枠のオーディオンは空気バネの補助空気質を兼ねている。東洋電気製造製 PT-7110 シングルアームパンタグラフがデハ9000軽前車と8両編成の9100番台を除くデハ9050型に搭載された。 8両編成のうち9706編成までの8本は、出力1 7 9区の静止系インバーター、SIV が9707編成、9708編成は、空調装置能力増強のために110馬の SIV が10編成には、出力250区の SIV がそれぞれで9050型に搭載された。 毎分と必要量1600リットルのスクリュー式、電動空気圧縮機、クノールブレムゼ製 s l 2 2が、デハ9050型に搭載された。9706編成までの8両編成には、屋上集中式48.84キロワット、42000キロカロリー、H の冷房装置が、各社に1台、9707編成。 9708編成と重量編成には、屋上集中式 58.14kW、5万 kcalH ロロのものが同様に各社に1台搭載された。9000系は以下の形式で構成される。各形式とも同一編成中で、下2桁は同番号、または同番号プラス50となっている。重量編成は下2桁が30、80から、 不番されている。では、電動車を、区は、制御車を、さは、不随車を、はは、普通座席車を指す略号であり、形式名の前のカタカナ2文字はこれらを組み合わせたものである。主制御装置、パンタグラフを搭載する中間電動車である。パンタグラフは、KO8 王,王子よりに1機が搭載されている。平成1により、番号の100の位が異なっている。 8両編成の2両目に9000番台、デハ9001ハ九9008、6両目に9100番台、デハ9101デハ9108、10両編成の2両目、5両目、8両目に、それぞれ9000番台、九千9031ハ九9049、デハ9039100番台、デ百三9131九千9149、 デハ9139,200番台、デハ 9231, デハ 9249, デハ9232、不番された車両が組み込まれている。重量編成の9100番台以外は、デハ9 5 0型とユニットを組み、デハ9000型に搭載された、主制御装置で2両1ユニット、8個の主電動機を制御するが、重量編成の9100番台は、 単独で使用され、1両分4個の主電動機を制御し、主制御装置容量も他社とは異なる。2000年から2009年にかけて合計76両が製造された。デハ9000型とユニットを組み、電動空気圧縮機、補助電源装置を搭載する中間電動車である。100の位はユニットを組むデハ9000型と同一で、2000年から2009年に56両が、 製造された。8両編成の3両目に9000番台、では9051で九9058、7両目に9100番台、では9151で九9158、10両編成の3両目、9両目に、それぞれ9000番台、では9081では9099、で九9089200番台、では9281で二9299、 デハ9280の車両が組み込まれている。重量編成用の9100番台は存在しない。8行編成の9100番台以外には、k o 八王子よりにパンタグラフ1機が搭載されている。不随車である。8行編成と重量編成の4両目に組み込まれ、2000年から2009年に、サハ9501、サハ9508、 サハ9531、サハ9549、サハ9530の28両が製造された。付随車である。8両編成の5両目に9500番台の車両、10両編成の6両目に9500番台、7両目に9600番台の車両が組み込まれた。二千年から二千九年に、サハ9551、サハ百五十八 サハ9581サハ9599サハ9580サハ9681サハ9699サハ9680の48両が製造された新宿より制御者である2000年から2004年平成16年に8両編成用区九9701区九9708が 2005年から2009年に10両編成用、区波9731区波9749区波9730の28両が製造された。KO8 王,王子より制御者である。2000年から2004年に8両編成用、区波9751区波9758が、2005年から2009年に10両編成用、 区波9781区波9799区千9780の28両が製造された。8両編成用は、k o 八王子よりに連結した2両編成とホロで貫通できる、両運転室が仕切れる構造となっている。ここでは、製造時のバリエーションについて述べ、後年の改造については別項にまとめた。最初に製造されたグループである。 2001年1月24日に営業運転を開始した。6000経営の代替として、新宿線のり入れも考慮した設計が採用されている。2000年に2編成、2001年に3編成、2002年から2004年にかけて、毎年各1編成の合計8編成64両が製造され、番号末引数が着車製、偶数が等級製である。 9707編成と9708編成では冷房出力が 48.84kW から 58.14kW に増強され、合わせて SIV の容量が1 7 9クから2 1 9クに変更されている。8行編成に続いて2005年に2編成、2006年と2007年に拡散編成、2008年と2009年に 各六編成の合計20編成200両が日車で製造された。車両番号末尾31、81から付番され8両編成と区分されている。新宿線乗り入れのため新宿専用 a t c 列車無線などの装備が追加されたほか2008年製の9739編成から k o a t c が搭載された。 新火災対策基準に対応するため、各車両間への貫通扉設置、内装材の変更、天井材の FRP から塗装アルミに変更するなどの設計変更が行われた。他編成と連結しての運用を考慮する必要がないため、他形式と並結するための電装変換器が設置されず、正面貫通ホロー座も廃止された。アンチクライマ形状が変更され、 運行番号表示機が助手席側総下部に設置されたことが先頭部の8両編成との相違点である。8両編成で灰色の木目模様だった妻、部内総材は他の壁と同じ白色系に変、座席端部足で仕切り板も大型のものに変更され、車内車両番号表示がプレートからシールに変更されている。サービス工場とコストダウンのため車椅子スペースを二両に一箇所に、 増設、全車両の両車端部全席を、思いやりゾーン、としたほか、UV カットガラスの採用によるまわ窓カーテンの廃止、客用扉窓の取り付け方法変更、客用扉内側化粧板の廃止、大枠グルーブ傾斜廃止などの変更がなされた。補助電源装置は1台で5両に給電するため、容量が250区場となり、イベットの一段分圧方式に変更されたものが、 デハ q 1 5 0型に搭載された。生息面の種別表示装置がフルカラー LED に変更された。2007年製造の9736編成以降では付随者に滑走防止装置が取り付けられたほか、車内案内表示機が LED 式から LCD に変更され、すべてのドアの上に設置された。座席部に設けられているつかみ棒は大きな曲線状のものとなり、 貫通道幅拡大、釣り手高さ変更などが行われた。側面種別、行き先表示装置がやや大きくなり、全体がフルカラー LED となった。当初上入用編成は15編成と予定されたため、末尾31、81から車両番号が不満されたが、19編成目で末尾49、99となったため20編成目は、末尾30。 80となった。最終製造の9730編成は、前面の、K をロゴ型編成と異なり全消灯ケースの下部に、重付されている。製造後、各種の改造工事が行われている。2008年、平成20年頃から8両編成の生側面、行き先表示装置のフルカラー LED 化が行われ、2009年、平成21年6月に完了した。 AOATC 非設置で製造された編成に対して ATC 装置の設置工事が ATC 運用開始に先立つ2008年1月から2010年4月にかけて行われている新宿駅高尾山口駅間が外国旅行用以下法の情報提供促進措置を講ずべき区間に指定され英語での放送が求められたこと放送品質の均一化を目的に2010年 平成22年5月1日より一部の編成自動放送が導入された。2013年、平成25年2月に、サハ9680の台車が、PQ モニタリング台車、SS180 に交換された。都営新宿線のリーれを除いた形式による運用の限定はないため、8両編成、10両編成とも、だ形式と共通に広く全線で運用される。 八両編成は六千系、七千系との並結が可能で、二両編成を連結した十両編成として運用されることもある。十両編成は都営新宿線乗り入れ対応となっているため、新宿線乗り入れにも使用される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。